坂です。なおです。おはようございます。おはようございます。何ですか朝から。いや今日はね、なほと勝負したいと思って。おすごい珍しい坂岡勝負を挑まれる日が来た。結構なほってさ、勝負しようよって俺とかマサイとかさ呼んでさ、いろんな勝負してきたと思う。確かに。この前やったあの体重増やすやつあったじゃん。あった。なほに負けてるんだよ。まあそうだよね。かなり前に、うん、なほと元木と、うん、ハンバーガー食べた時に、確かお腹いっぱいで俺が3口目食べ終わった時にスタートしてっていうハンデ、おハンデ戦ね、そうハンデ戦もやって、それも俺負けて今のところ全敗。なんかごめんな俺が勝って戦いを持ってきてるみたいになっちゃうね。ってことだから今日はザカオが戦い持ってきたってことか。もう勝てそうな戦い、いやなんか実際持ってきていけるなっていう自信は家でやった。いざなんだろう、なんかなお目の前にしたらどうなんだろうなって気持ちになってきた。あ、俺そんな高いかもしれない。そうすごいね。あスポーツだからさ、家ではさ、よっしゃ、くそっつって目の前行って日本代表の皆さん見たら、はぁ、ちょっと無理かもしれないみたいな今ね、そんな気分だけど、かなりのハンデを持ってきた。じゃあ今日は早食いってことですね。そうです。やっぱ、はい、なほと俺だったら別室でやんなきゃいけないと思って。よっしゃ、任せろ。まあ朝だけど俺はいっぱい食えるから。すごいな、マジで。俺だって朝だから普通にあと30分待ってって LINE してた。そうなんだよ、そうで、今になったと。なるほど。本日やるのはペヤング超超超大盛りギガマックスグレートボス。すごーい。いやー多いね今回も。レトルトもつ煮入りって書いてあった。あ、もつ煮が入ってるやつ。そうなの、絶対うまいじゃん。そう、絶対美味しい。ペヤングさんの美味しいやつ来たね、ついにギガマックスにも旨味が追加されたの。そうだね、激辛ではないからね。うわ、ありがたー。今日はこれで勝負しようと思う。おー、え、ザカンポリ一人で食えたっけ。実際、俺これ一人で食ったことはないんだよね。俺ちなみにね、さっき記録を調べた過去のフィッシャーズのペヤングいっぱい動画出してくるんだけど、ギガマックス部門だとマヨネーズの時の産んだ方が一番早かった。2年前ぐらいで6分44分。早っ。いや、だからあの時俺もすごい、何、空腹だったから、ね、常に常に空腹だったから多分この時が一番早かったな。どんな判別しようかな。いや、そもそも完食できない人って。あ、ほんとそういうレベルなんだ。そうで、俺の感覚だとめちゃくちゃ早くするでしょ。うわ、もう食えねえよってところからもう5口ぐらい。あー、なるほどね。なんか限界突破したところでちょうどゴールがあるね、これはっていうぐらい、なんかね、絶妙なレベル。6分44秒が自己ベストでしょ。自己ベストだね。フィッシャーズベストです、これが。3口でこの前さ、ボロッボロ負けてんのね。俺のソロ動画にですね、最後の方いいんじゃない、もうまるっと6分44秒半する。いいよ。そんなに早く得じゃないって食べたら、うん、15分から20分ぐらい絶対かかると思う。ごめん、6分44秒ちょうだい。逆に6分44秒大丈夫、もっと上げてもいいと思ってんだよ。ほんとに。じゃあ8分でいい。よし、8分にしよう。だから俺が仮に自己ベスト6分44秒出せるとしたら、ザカオは15分以内食べなきゃいけない。ザカオは15分以内食べきれるんだったら、俺が自己ベスト出してもトントンだよ。ダホハンデ8分ください。なかなかね、早めの8分と8分はね、すごいよこれ。そうだね。まあまあ、でもえ、待っていくよ。よし、いいよ。待っていくよ。俺が行く前に完食とかでもいいよ。いや、俺そのつもりで行くからね。おっしゃ、いいだろ。おっしゃ、今日行こうね。いや、いいね。俺たち幼稚園の時水鉄砲で遊んでた中だもん。そうだな。今ペヤングで遊んでたもん。信じらんねえよ。じゃあ開けますか。よし、行くか。オープン。いや、すごいね。今日も変わらず2178キロカロリーでございます。はい、いつもながら早く。あ、これがあるか。セットのもつ煮じゃない。違うか、ね、そうっす。やっぱうまそうだよな、こうやって見ると。うん、食欲湧いてくるよ。まあ、しかも今回の激辛とかじゃなくてちゃんと美味しいやつだし。そう久々だよね。やべ、事故起きた。嘘だろ。事故来た。おいどうすんだよ。もういい。事故来た。お前さ、初心者すぎるだろ、マジ。いや、下手くそ。力加減ミスった。お前絶対こっちから引っ張っただろ。こうだけどペヤングはこっちから引っ張んないとダメなんだよ。本当だ。だろ。これちょっと、これペヤングさんが悪いんじゃないんだから。これ仲間が悪いんだよ。これがどんな感じなんだろうね。あ、もう本当に、あ、しっかりもつ煮込み、普通のもつ煮。やべ、不安になってきた。よう、こいつとやり合う前だけはマジでちょっと弱気になっちゃった。僕8分後に行くんで、冷めないように蓋をします。いや、マジで行くからね。いや、そろそろ勝ってほしいと思って本気で行くけど、今回なんか超ハンデ戦のペヤング超超超大盛りギガマックスグレートボスレトルトの戦いでございます。坂川君に8分のハンデで戦
戦っていただきましょう。よっしゃ、皆さんどちらが勝つのか予想してみてください。はい、過去最大ハンデでございます。それではじゃあ中尾くんからいきましょう。よっしゃ、いただきます。はい、じゃあスタート。よっしゃ、うん、うまい。飲み物ありだ。いや、うまそうだな、やっぱ。うん、うまい、めっちゃうまい。いや、この食べ物が本当に減らないんだよね、最初で、ある時を境に急に、あ、減ったかもって思う瞬間来るんでね。そうなんだ、これ雑貨をそもそも完食できない可能性全然あるから、マジで多いから。でも、お腹空いてきたな。高まってる。開けといてもいいんじゃない。今ので7秒無駄にしてますからね。いきますよ。もう2分切ってるの。いや、マチュアルの半分でけえな。ゼロからスタートだもんな。そもそも俺も完食できないかもしれないし。多いな、これ本当。でもまだいける？全然いける。ということで3分が経過しました。いや、でか8分。中尾的に8分の時点で半分以上食い切ってないとちょっと怪しいかもね。うわ、美味しそう。いや、めっちゃうまいよ。だよね。おいや、本当に4分半が経過しようとしています。5分経過しました。ダホは3分後に出撃いたします。やばいやばい。あ、でもなんか減ってきたな。うわ、何いきたいの。まだいけそう。全然なんかでもいただきますの時の顔に暗くなってないですか、坂尾さん。やばい、急げ坂尾、ダホが来るぞ。周りに元気なやついる。お腹空いてたって8分待たされてるからね。今お腹空いてきた。はい、7分経過です。だいたい半分ぐらいいってないもん。半分ぐらいいったねえ。はい、ということであと30秒で出撃しますんで。あ、やばいやばい、これちょっとね。5、4、3、2、1、いただきます。スタート。うん、優しいもつ煮の焼きそばです。あ、お祭りにあったらうまいタイプ。でもこの段になると絶対飲み物必要だろ。あの、これが早めに難しいのは、焼きそば自身がそもそもソースを絡め取れるように乾いてるから、喉の水分も取ってくんだよね。この分ソースの味がすっごい美味しいんだけど、早めには向いてない。5年ぐらい早くやってる YouTube で言っております。うわあれ、来た来た。この早めのことは無理しないこと、一口で。うん、もっとうまいね。もっとめっちゃうまい。もうこんなもん。早っ！いや、でもやっぱり多いわ。多いよ、マジで。あれだけ言ってくるから、大きいよ。なるほど。はい。余裕がないですよ。やばい、マジで。マジでやばい。やばか？やばい、本当にやばい。早めですよ。やばいって声聞こえないよ。入るね。やばい。本当にやばいのこれ。タバさん、ご気分は？悪いです。無理はしないです。いや、無理はしないけど。え、待って、やばいやばい、嘘でしょ。なんかこの辛っと、なんで。はい、完食。すげえ。俺の勝ちだー。やった、マジですげえ。おめえ見たか、俺が高い壁だよ。高すぎるんだよ。俺、俺やっぱおったほうが強いよ。いや、すごっ。あ、でも美味しかった、もつ。まあ、残っても後で食べれるんだね。ザコさん、はい。ザコさん、はい。早く見るですよ。多分視聴者さんも、うん、この動画の影響で一人で一個食べてみようって思う方多分いると思うんだけど、半分ぐらいなんて多分ね、食べれてないと思う。ザコさん、はい。義務ですか。じゃあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、いかがですか、ザコさん。無理です。終了。勝負になった。
っすよ先生。早すぎるよ先生。大先生早すぎますよ。一応僕のタイム見ます。中尾のタイムなしなんですけど、僕のタイムね。いややっぱ俺ね、勝負になったら強いわ。はい、ということでダホのタイム6分34秒。自己ベスト更新してやがる。10秒更新しますよ自己ベスト。いやちょっとね、過去の自分を超えられたのすっごい嬉しい今。うわぁすげえわ。あんまり言いたくないけど食えてないからね。そうだね。中尾あれだよ、俺がたとえ1時間待ってたとしても結果は変わらないから。そうだね。そうだね。中尾ちなみにこれあとどんぐらい時間あげたらこれ残り食える？2週間ぐらい。でかすぎる。動画見てくれてありがとう。セガブリー、ツイッター、ベストフォローやってます。ネタで登録した1000万億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。はい、ジェニファー、見たまえはまだか。